この番組は業界歴が浅い新米ディレクターが東袋を使ってやりたい企画を演出する番組です。さらば青春の光の東袋とデビュー作、今回はまあ前回だから鴨沢はあの募集で来てくれましたけど、今回はちょっと様子が違うと。どういうことですか。はい、まあご紹介しましょう。はい、この方です。お願いします。はい、どうも初めまして、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そんな手土産から、手土産から、早っ。初めまして、私テレビ大阪営業局営業部の吉村と申します。テレビ大阪から、すいません、頂戴いたします。営業なんや、制作じゃないんでしょ。制作ではないです。で、なんかどうやら、まあ、前回の鴨沢と同じく応募してくれたんですか。あ、そうなんですよ。テレビ大阪やけども、中にいるけれども応募してくれたと。番組が好きで、この番組をよく見ていて。これはだからテレビ大阪の人に頼んで出してもらったわけじゃない、いや、もう僕がちゃんと応募して、ツイッターか、応募して、はい、だからもう正面突破できたってあなたは思ってますよね。はい、でもこっち側は、断りきれなかった。やっぱりちょっとね、制作会社という弱みに突き込まれたっていう、ね、局員という肩書きを、捨てるわけにはいかないっていうことですよね。僕の企画が通ったもんかと思って。それはショックですよね。いやいやいや、面白かったけどもあると思いますよ。それは。それはちゃんとあると思います。それ大前提ね。何がしたくて入ってきたの？テレビ大阪には。制作でバラエティ。本当は制作で、はい、うん。今携わってる番組とかあるんですか？いや、僕は営業なんで。営業はもうそうか。何してんの？普段はじゃあ。CM どうですかってキャンペーンやった時に CM いかがですか。でも内心は番組を作りたいと思ってらっしゃる、うんうん、ここでもしかしたらテレビ大阪にアピールできれば制作に引っ張ってもらえるかなっていう、うん、あ、そういうことか。働きぶりはいいんでしょうかね。よそはさんですか、担当は。後輩、後輩で、まあ、いい働きをしてるってことですか。すごい爽やかで、ね、爽やかで、うん、これを結果出したらもう制作に。まあ、なかなかちょっとあの営業の上の方がいるんで、ちょっとあんまり大きな声では言えないですけど、まあ、そうか、今の仕事もちゃんとやらなあかんからね。営業も頑張りつつ、お前営業やりたないんやなっていう、ちょっと社内での風当たりがきつくなってしまった。それは困るよね。もう、はい、大爆口やなこれ。そう今営業にだってお前中指立ててる状態やもんね。ここで制作に引っ張ってもらえないと、もうテレビ大阪の居場所がなくなってしまうぞ。そうかもうどこもおられへんからね。まあ制作に行きたいと。なんかでもガタイいいよね。ありがとうございます。なんかやってたんですか。まあまあちょっとその辺は後ほど。後ほどできるやん。ありがとうございます。いいね。ありがとうございます。すごいね。いいね。好青年が今回は。はいはいはい。まあでもちょっとこの企画聞いてみましょうか。はい。企画は東袋さんはすごい女性に表になると思うんです。いやいやいや。ですけど、まあそのモテない人の気持ちも分かった方が今までより番組に出る幅が広がるんじゃないかということで、今日はそのような企画を持ってこさせていただきました。いいですね。今までになかった。そうやね。あの感じです。テイストが。え、これ何？パソコン持って。僕がちょっとシールを作ってきたんで。あれ？パワポってことですか？パワポで作ってきたんで。すごいね。何？題しまして、ひもての味方東袋斜め上の自分へということでございました。何やこれ。何それ、ザ・ノンフィクションみたいな。斜め上の。今年で実は弊社創立40周年でございまして、それのキャッチコピーが斜め上のテレビ大阪ということで、ちょっとそれも踏まえて斜め上のって、そうですね。でまずちょっと僕の略歴を見ていただきたい。略歴自己紹介お願いします。はい、吉村和正と申します。はい、で大阪出身で、高校があの野球で有名な大阪桐蔭。桐蔭や、でレギュラー、いや勉強してました。勉強カリカリしてました。カリカリ、はい。でも首相ですよ。あ、そうなんです。大学からアメフト始めまして、はい。すごいね。体がやっぱごついもんな。大学からアメフト始めたんや。アメフト結構大学から始める人多くて。はいはい。そうかそうか。高校にはないからや、あんまり。ちょっと僕はこんな感じなんですけど、ちょっと一つ大きなコンプレックスを抱えておりまして、それがこちらになります。あら、そうなんですよ。意外やね。今までそうやな。今まで一度も彼女ができたことがないっていう。ってことはやっぱり経験も。そうなんですよ。じゃあもしそういう行為がねできるってなったら、もう一番何がしたい。一番。一番。おっぱい触りたい。まあそれ憧れはあるわな。おっぱい触りたいな。ああいいね。じゃあこれ。でもさ、首相やったでしょ。アメフトにマネージャーとかおったでしょ。いましたね。もうそこはならないの、キャプテンとは。いや僕は全くなかったですね。へえ。いや、局員って言ったらいいんじゃないの。だってね、局員ってだけでこの番組出れてんねんから。彼女
書作るより難しいよ、テレビで言って。そんな。企画がしっかり通って。それは信じていたいから。そこを押して、はい、まあ、そんな僕なんですけど、まあ、今まで好きな人はいまして、でその恋愛はしてきてる、うん、吉村の春ちゃんかっこ仮名への片思い遍歴、はい、ご紹介させていただきます。春ちゃんっていう子に片思い、はい、そうです、うん、なんかきっかけあったの、好きになるきっかけは。いや、そうも、なんか初めて見たで、なんか可愛いな、もう一目惚れみたいなもんや。高校1年生で、同じクラスの春ちゃんを好きになって、はいはい、2人でライブや映画に行ったんですが、まあ、そのまま気持ちを伝えることはなく、クラスが高校2年生で変わって疎遠になりました。あら、同じクラスやったんや。そうなんですよ、でちょっと大学生になって、ちょっとそろそろ彼女できやばいなと思って、なんとなく浅はかな思いでスターバックスに入ったら彼女できるんじゃないかなと思ってたんですけど、はい、スタバ行った、まあ、分かるよ分かるよ、まあまあな、彼女ができそうなバイトを探すってことね。スタバで働いてできんちゃうからと思ったんですけど、その前の段階でもう僕ちょっと何をシロップを入れて何を何スクープ入れたらいいかって、そのメニューを作り方覚えられなくて1ヶ月でやめるっていう。そうなんです、彼女できる前にね。そうなんです、スタバむずいからね、内容があるもんね。で月日は流れまして大学3年生になりました。で、はい、はるちゃんがスタバで働いてるってことをストーリーで知りました。え、たまたま、はい、それはバイトがクビになってからなってからなんや、はい、でコメントして、僕もスタバで働いとったでみたいな。それだけで行った、それだけでお前行ったんや。いや、でもええやん、一個のきっかけやろ。まあまあまあ、おお、繋がってたんや、インスタは。インスタ繋がってました。繋がってたんや、はい、で2人で京都へ遊びに行って、デートしてるやん。そうなんですよ。でその後2人で USJ 行くことになって、完全にこれいける流れやんと思って、確かにな、はい、告白したんですけど、まあ、友達としか見られないと言われてしまい、これ全部日帰りか、日帰りです、日帰りか、お前はさ、ほんまにその、いや、お前はだからこいつはひも手のあれ分かってないよね。これじゃあもう最後もっと女の子どっか行くイコール全部その泊まりじゃないのよ。スタバばっかする予定の提案はできない、できないです、できない、まあ、そうやろ、付き合ってないの。それ告白はどういう告白したんですか。それもまたあれなんですよ、ユニバ行って、でちょっとアトラクション楽しんだ後に、スターバックスへ行って、スタバで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 、酒へんのか、せめてな、僕お酒弱くて全部意外やな、いいなぁ、はるちゃんと好きやで付き合ってくださいって言って、いや、ちょっとごめんみたいな、友達としか見られへんわって言われて、初めての告白。あ、そうそうそう、めちゃくちゃ緊張しました、スタバで。向こうはでも彼氏おったとか確認したの？いや、それ確認できてなくて。え、聞かんかった、はい、それまで確認できてないんですよ、あ、でもお、でもさ、でもおったらいかんような気もするけどね。どうなんですかね、どういうつもりで行ったかやな、この彼女がな、ほんまに友達やから行って久しぶりやから会ってみたいなったけど、喋ってみたらちょっとちゃうってなったんかな、あんまアトラクション並んでる時にちょっと喋れなくて、それがちょっと退屈やったんかなとか、はぁ、あれそうやな、あれだから難しいとこよね、女の子と実はディズニーとかそういうところ行くと待ち時間が発生するから意外に喋ることなかったりするもんね。そこ出ちゃうかもしれない、あれ、あれ、なん、もうエスパニョール、なんなん、何、まだおるやん、エスパニョール、もう手だれの方がいらっしゃる、教えてほしいです、はい。基本的には自分の過去の恋愛とか愛の最後を探ったりするのがいいと思う。あ、俺は振ってない、なめちゃうの、何いるよってね、あ、過去の恋愛との話をする、過去の恋愛は愛のタイプとか探るような感じ、なんか好きなアニメなんなの、あ、だからそういうのを聞いてったら傾向が分かるかもしれへんってことですからね、だからそういうのできんかったんやな、はい、もうその時は全くできなかったです、また月日は流れまして大学4年生になりまして、そっか、また会うの、会います、で2人何度か、それも、まあ、あの飲めないなりに頑張って飲み行ったりして、居酒屋行って、はい、そうなんですよ、勝手に好きになっていいっていう風な告白の仕方をちょっと控え、ちょっと控えめな、いや、勝手に好きになってたやろもう何を今から始まるみたいな、一回振られてんねんからさっていうのを松本慎介で見たんですよ、僕はこの告白の仕方、松慎介見たんですよ、松慎介なんて言ったら、どんな無茶行くのやつでも勝手に好きになっていいって言われて、そんなんあかんわっていうやつおらんと、おらんと、そう、恋愛のハウトゥー、松慎で知る、松慎で、お前のバイブルは松慎で知りました、で今言ったやな、もう、はい、まあ、告白やもん、それは、はい、まあ、それぐらいだったらいいよみたいな感じで、そんなに思ってた
なんか上からやけど、上からになるけど、まあ別にいいよって言って、でその後また疎遠になる。勝手に好きになって、勝手に好きになって疎遠になる。でもそれはへこむやろ相当、そっからまた連絡取られへんかったら。そうですね。でももうそれもずっと好きな状態で送っていくと、はい、晴れて就職いたしまして、はるちゃんは就職で北九州へ行ってしまうことになる。あら、はい、もうじゃあ離れ離れや。そうなんですよ、うんうん、なんですけど、なんとか LINE をつないでおきまして、ゴールデンウィーク帰ってきた時に2人で飲みに行こうという、あら、すごいね。お前すごいね。ほんではるちゃんも絶対それは付き合ってくれんねんな。あの今度北九州遊びに行っていいっていう風な約束を取り付けました。泊まりやあら早いだけ泊まりや泊まりかどうかの判断早い。いやいやそれは話早いよ。あの春ちゃんの誕生日が近かったんで、そう飲みに行った時に欲しいって言ってたイソップのハンドクリームっていうのは、イソップってブランドがあるんですけど、女の子好きやな、そのハンドクリームとモテやなやつ。それもまたあの北九州観光した後にスターバックスに行って、はい、スタバでちょっとこれ渡したいもんがあんねんけど、基本スタバを拠点にしてる。そうそうそう、スタバ軸で、あそう、まあ、そう共通点やな。たまり場みたいに言ってるけど、思い出もあるし告白してるしな、はい、で僕吉村なんで、ヨッシーって言われてるんですけど、ヨッシーなんでそんなに優しいんと。うわでもそれはなんか酷な質問やで。だってもうその前にあのね名台詞があったわけでしょ。何でしたっけ、勝手に好きになっていい言うてあるからな。そうやね、そう、うん、好きなのはその分かってるんですよ。だから春ちゃんが好きやからやでって言ったや。そう言いました。でも機会与えてくれたかもしれんね、はい、パスとして、うん、付き合ってくださいって、ま、もう一回言ったや。言いました、言いました。3回目ありがとうって、でもごめんなさいいやーやろな、うまいこと言ったんや。振られたんや。でそこからは疎遠になった。向こうが降ってきたまた疎遠なの、うん、でもこうやって会ってくれるから、うん、あれ俺のことちょっと気あるんかなと思うよ な、勘違いしちゃうんすよ。勘違いなのか。えそうね、そのなんかキスとかもない、手繋いだりもない、ナイスナイスナイス、一切触れてない、ナイスナイスナイス。向こうの家行ったりとかはナイスナイスなんだよね、その吐き捨てるかのような。親に挨拶しに行ったりとか。ナイスナイス。ちょっと恥ずかしい。ああ、で今もまだ。そうですね、はい。あ好きなんや、はい。それでもどうなん、その間、吉村君に、ちょっと私、吉村君の気になってんねんけど、みたいな人はいなかったの、ナイスナイスナイス。別にそれを生きたことないちゃうね。違う、いいね。ほんまにないねんな。ほんまになかったです、マジでなかったです。なんかええ人感があるからさ、寄ってきてもおかしくないのにな、これなんでこんな、なあその遍歴を見せられたとしても、で、僕の、挑戦を東福さんに見届けていただきたいというのが今日の僕の持ってきた。どういう挑戦？僕、あのアメフトやってたっていうのもあって、結構大食いで、今まで1時間で寿司を74貫食べたことあるんですよ。大食いのこの番組で、大食い10分間で30巻を女性の誘惑に耐えながら食べることができたら、女性の誘惑に、はい、僕は、はい、新しい自分になれるんじゃないかなと思っていまして、はい、誘惑もある、はい、吉村さんが、自分の得意分野を置いて、その童貞だから、誘惑に負けちゃうんじゃないかっていう、女性の誘惑ね、それに断ち切りながら、なるほど、そうです、はいはい、でこれが失敗したらみたいな、失敗したら、先ほど説明させていただいた女の子の LINE とか写真を全部消します、うんうん、えー、えー、いやいやそんなせんでええよこんな番組でせんでいやいや断ち切りたいのもあるの。あそうですね、もう次進みたいんか。 そういうことね。もう新しい自分に生まれ変わりたいです。うわ結構な決心ですね、うん、で今回、はい、女性の誘惑ってことで、こちらちょっと番組で、はい、女性の方をご用意して、はい、セクシー女優の荒井に行っていただきます。あらお前はい、よろしくお願いします。お名前よろしく。アイミリカと申します。アイミアイミさん、はい、アイミリカさん、アイミリカです。はい、セクシー女優やってる。そうです。いや局員が来たらセクシー女優仕込めるようになった。ほもうすごいやん、こんないでこんなん。ね、どうですか、この距離で見ることないでしょ、めちゃくちゃいい匂いします。これはるちゃんとちょっとこうセルぐらいの感じですか。あれもう誘惑始まってるのこれ。もう打ち切らなかった。ちょっと、はい、僕は負けないです。とりあえず童貞でこのままそれぞれ来てる時間耐えたいっていうのと、さらに、過去の
恋愛ね。恋愛を断ち切りたい。おう。で、ほんまにその名目なん。そうです、そうです。ほんまに会いたいとかではないです。あわよくはこの裏ではめたいみたいなんじゃないです。ナイスナイス。違うの。それはないやな。うん、だから自分の得意の大食いと、ね、はい、苦手分野の女性の誘惑、はい、これどっちが勝てるかってことですね。そうです、はい、でもし、勝ちきれなかったら、うん、もう一切、はい、もう春ちゃんとは連絡取らないし、はい、もう気持ちはもうなくすってことですね。はい、そうですね。じゃあもうやってみますか。うん、はい、まずは、うん、まずは東袋さんに10貫食べていただいて、うん、そのタイムを一応、うん、標準記録としてどれだけ君がすごいのかっていうのが分かるんです。まず、はい、まず袋が、はい、その当て馬として10貫食わなあかんねん。そういうことね。月一で大食いやってるのかませんねん。ブルーズ大丈夫ですよね。あの、まあ、10貫なんて、ね、はい、回転寿司では5皿ですから、はい、それはもう余裕ですよ。まあでも誘惑がね、そうそうです、うん、まあ、隣に綺麗な女性がいる、いや綺麗な方がいらっしゃる、見慣れてる、まあ見慣れ、まあ見慣れては緊張はしますよ、それ数々なんで今父見てましたよね。カメラ全然見えるやろ。そうそうそう、ちょっと吉村さん先に見ちゃうと、はい、あの本番が、なるほど、はい、あれじゃない、ちょっとアイマスク、じゃあアイマスク、はい、すいません失礼します。なんだこのアイマスク、すごいな。はい、出るね黒服でな、すごいね。普通のアイマスクでよくない？なんでなん、そこすらもケチり出したんこの番組。ガムテープでやってるから準備間に合わなかった。ああ、はい、はい、じゃあ行きますか。じゃあ行きましょう。はい、袋さんのデモンストレーション、はい、よーいスタート。かけてね、うん、ちょっと、まあ、醤油わけでね。おいしそう、うん、おいしい、うんうん、ねえブクちゃん、うん、この後どうする？うん、エッチするや。エッチする？下品やわ。寿司食いながら、寿司食いながらエッチしよう。下品やわ。美味しい？何カップ？大きいなのね。うん。うん。Gカップ。G！うん。いやーすごい。G！ うん。Gカップだよ。いつ頃から大きくなったの？全然動じてない。高校生。高校生から、うん、結構揉まれてきた？そのおっぱい結構揉まれてきた？あのセックスしていいってわけじゃないから、ね、別にりくちゃんに揉まれてきてからかな、うん、あれもんじゃこれどうすんのやろ。お寿司食べるかこれどうすんのやろ。おっぱい揉むかどっちかにしてこれどうすんの。いや、それは俺は食いながら揉めるからちょっと一旦タレントとして守ったんかな。食いながら、うん、こっち見てあれ、あー生まれたいな。どうすんの、あれまさか、ええ食ってよ、あれ食ってよ、食べてよ。食いました。終了。いけるということです。何分やったんですか結局。今のは2分23秒。2分23秒、早いよね、うん。菅原の寿司対決よりはスピード速かったです。吉村さん、これ早かった。どうでした音だけ。興奮しました音だけでも見てるな、おっぱい見てるな。よし、おいしい。よし、おいしいです。そこにおっぱいが乗っております。おい、見て見て見て、しっかり見て。どういう光景やった青なんかは。宇宙が広がってました。この番組と寿司相性いいっすよ。そう